やあ、みんなドリフトしてる？ドリテン編集長の竹本です。ちょっとね、今回はこのうちの会社が作ったカーメンテナンス DIY ハンドブック、まあ、素晴らしい本なんです。これ僕ペラペラ会社で読んでたんですよ。そしたらね、ちょっと面白そうなページがあって、これセーフティーシューズのおすすめ。簡単に言えば安全靴ってやつですね。あの先っちょに鉄が入ってて重いもん落としても平気だってやつで、それがね、今見るともう完全なデザインシューズなんだよね。これどのぐらい使えるものなのかなと思って買ってみました。一つ、これアシックスのワーキングシューズっていうんですかね。普通に街で履いててもこれなら気づかれないでしょうね。で裏見たらハイグリップタイヤ並みのこのパターンね。これ実は油にすごい強いらしいんですよね。オイリーな場所ってまあファクトリーとかそうっすよね。そういうところでこれ履いておくと全然滑んないというものらしいです。実際ね、こういうもんって試さないと分かんないなと思って、今日僕は一日これを履いて、まあ、いろんなテストをしてみようかなと思ってます。最新パーツテスト、今回は安全靴編。数あるスニーカータイプの安全靴の中で今回選んだのはアシックスウィンジョブ。メッシュ生地のため快適性も兼備。カラーは5色用意されており、価格は税込み8100円となっている。早速実装。その履き心地や使い勝手はいかに？何も履いてないこれね、すげーよ。ほんと軽いよ。ハイグリップタイヤ履いた感じ、地面とのさ、ちょっとこうやって動かそうとしても動かねえもん。これね、ジョギングいけちゃいますよ、これ本当に。続いてはみんなの気になる走行チェック。安全靴でもいけるのか。これね、踏んでる感じは全然普通なんですよ。本当に全然ね、違和感を感じない。これやりやすいんじゃないの、これ。ちょっとサイド引いてみましょうか。僕はドリフトが下手なんです。これは靴のせいじゃありません。靴はものすごくいいです。どうなんですかね、これ。やべ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 そもそもね、今日ダメね。ギャラリーも頬をあからめるほどの下手っぴドリフトなのに、なんか大丈夫そうだよ。了解。じゃあ戻りましょう。もういいの？え、ダメ？あ、でいいけど。いや、大丈夫。何も大丈夫じゃねえだろう。まともなインプレなくてすいません。これね、こんなとこでやるもんじゃないよね、まだね。でもね、靴自体はいいと思いますよ、本当に。滑んないし、軽いから、あんまり履いてる感じがしない。まるで素足で操作してるんじゃないかというような。快適性、走りの方は、今ご覧になった通りなんですけれども、じゃあ次は実際にこの安全靴の重要な安全面、耐久力っていうのをですね、この体を張ってテストしてみようと思います。最後は安全性を確かめる耐衝撃性能チェック。まず最初は 24mm のメガネですね、まあ、これぐらいだったらね、まあ何にも感じないです。メガネレンジ、まあこのぐらいは当然ですな。続いてはハンマー。何の実験だよこれ。ああ、怖い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 。平気全然余裕。ビビりまくるおむそばだったが、腰の高さから落とされたハンマーはつま先の FRP 部分に当たって弾き返された。すげえな。でもこれ以上の衝撃なんてないんじゃない。ハンマー、これ以上の衝撃用意しましょう。さあ続いてはちょっと大物ハイエース。クリープね、クリープだよ。アクセル煽っちゃダメだよ。あと一歩で骨折お前、俺がちょっと引かなかったら確実に折れてたよ今
ギリギリのところで足を引くオムそば、もうちょっとで柔らかい足の甲の部分を引くとこでした。でへほら、ちなみにどうだったの？全然無反応。ほらこのタイヤ痕の跡。ハイエース、これで終わると思うなよ。もうね、終わりだよ。だって車に踏まれたもん。ハイエース。もう一個だけ行きましょう。何？ないね。バカだよね。これはさ、もうあれじゃない？やんなくていいんじゃない？いや、やりましょう。読者のためです。読者こんなケースあるのかな？赤車に引かれるケースある？はい、じゃあお願いします。ああ、怖えな。やばい。あー怖えな、やばいって。お前一回くしゃってなって戻ってんだよ。痛い痛かった。結論的にはどうですか？結論的にはダメだよ。ダメなの？赤車はダメだったよ。俺ね、ちょっと平気かなと思ってたの。そしたら、なんかね、あ、やばい、折れる。もう折れちゃうよ、足がと思って。おむそばのつま先に800キロがかかった瞬間、FRP のカップ部分が靴底のゴムに押し込まれ、つま先が潰れたみたい。ちなみに FRP のカップも少し変形してた。いや、勉強になります。さあ、今日はですね、いろいろ実験をしました。普通のね、ドリフトに対する運転をした時にこの靴がどうかといったら、もう何にも問題はないと思います。ちょっと分厚いところが気になる人はいるかなと思うけど、基本的には軽いし滑らない。それすごいですよね。そして次に、くだらない耐荷重実験。結論から言うと、まあ重さはハイエースまでだと。赤車は足が折れる可能性が大だよという結論に達しました。空にでよかったですね。うっせえバーカ、お前ほんとお前死ね、お前ら。おむそばの体を張った実験第2弾は一体何なのか。しばし待たれよ。